今回はね、京都の宇治抹茶でございます。ではね、こちらの方を紹介していきます。そしてこちらが京都の宇治抹茶でございますね。はい、ちょっとね、もう開けたらだろっていうね、半分ね食べてしまっておりますけども、仁王堂のね、これ抹茶専門店なんですね。で、抹茶専門店のお店でして、まあ何て読むのかというと平後資本店ですね。抹茶専門の本店なんですが、それにこうやってね、ちょっとお見苦しく申し訳ないんですが、まあケーキです。ケーキなんて何十年ぶりかと言いたいところですが、ケーキなんてしょっちゅう食べてるんですね。はいね、ケーキはしょっちゅう食べてんじゃねえよみたいなね、ぼっとしてんじゃねえよみたいな感じで言われてしまうかもしれないですからね。ね、ケーキは緊張食べてんじゃねえよってこんな感じで言われてしまいますけども、こういうふうにね、ケーキになります。で、これはですね、李平の知った、これが一応くっついてたんですね。で、これでね、約スーパーでちょっと、予約で入れたんですね。で、予約が入るとこういうお店なんかが作るわけです。で、抹茶パウダーって書いてあるから、多分抹茶パウダーこう振りかけるんでしょうね、これをね。まああったら半分振りかけてて食べたいかなと思いますけど、半分ほどありますからね。ではこのね、いただきたいと思います。抹茶のなんていうんですかね、これお箸で申し訳ないんですけど、この抹茶のね、抹茶よ、これこそ日本のお茶ですって感じですね。本当にあの苦味のある抹茶の、まあパウダーなんかでもいらないだろうと思うんだけど、このチョコレートの甘さ、抹茶のクリームの甘さにですよ、この苦味の強いね、抹茶の味わいで、結構いい味わいですね。で、こう、本当に抹茶パウダーでした。まあ、メリークリスマスって感じですよね。でも私はキリシタンではないんですけども、まあメリークリスマスっていう感じなんですが、ただですね、この今の時代はね、まあ日本っていうのはこれ不思議な国でしてね、日本だと正月、クリスマスですとクリスマスを祝うわけですよ。でクリスマスってのはもともとキリシタンが伝えてきて、キリスト教というところが確かイエス・キリストの誕生日の時にですね、誕生した時を記念して、確かクリスマスとなんですね。で、あとそのクリスマスっていうのは、サンタ・ニコラスっていう人が、いらっしゃるんですね、大昔に。で、インドじゃねえな。どこだか、確か、あそこら辺の暑い国のところにいるんですよ、サンタ・ニコラスっていう人がね。で、その人が、要するに初めクリスマスっていうのは、子供たちにプレゼントを もらえるもんだと思ってるけども、あれはクリスマスっていうのは子供たちにプレゼントはもらえなかったんです、最初はね。もらうっていう習慣がまずなかったのね。それはただ単にイエス・キリストという人を、素晴らしい人がいたからね、それこそ、まあこれは本当に病気を治したのかどうかって、そこの話はちょっと本当にどうかなのかなと思うところあるけども、あの病人を治したりとか、目に不自由な人が歩けるようになったとか、あとはなんていうんですかね、そういうふうに困ってる人がいたら助けたりとか、そういうことですね。まあ当時ローマ時代っていうのは、まあね、非常にダビデオって言ったかな、非常にその暴君な王様がいたわけですよ。要するに当時の
ローマだともう当時の時代背景から言ったら人をこき使うのが当たり前っていう恐ろしい時代だったから、結局そのなんていうの、お金持ちの言うことだけ聞いたらいいんだっていうふうな、もうそう言ってみればそういう考え方だったわけですね。ですから一般の我々庶民というのはそれに対して何もできなかった。だから過酷な重労働をさせられたりとか、下手したらもう虐待に次ぐ虐待で、そういう恐ろしい時代だったわけですね。でその上高い税金取られるわみたいなね。だから全くもって国民の言うことなんか聞いてないわけ。だから今のこの総理大臣に、大臣とか大臣に言ってやりたいぐらいだけど、本当に国民の言うことなんか全く聞かないんですよ。でもう言ってみれば上の人たちの役人たちのわがままばっかりでね、で高い税金は取るわ、重労働をさせるわ、たとえ本人があの国民の人が病気であろうが上に苦しもうがそんなものは関係ないんだって言われてですね、非常にひどい時代があったわけですよ。でそれを、まあ、イエス・キリストという人が現れた時にそんなことをしちゃいけないということで、イエス・キリストがやってきたわけですね。で本来はそのイエス・キリストという人を、祝うために、まあ、誕生日というのがあった。だから多分そのところには誕生日ケーキというのがあったんじゃないかなと。すでにもう古代のパンというのがありましたから、ただ今のパンと違って昔のパンは硬かったらしいんですが、まあ、パンというのがあったから、だからですね、まあ、後にあのイスラエルとかの地区は小麦が確か栄えてたんですよ。ですから、まあ、それで、まあ、あのこういうケーキなんかもおそらく作れたんじゃないかなと思うんですね。でそれで一時の頃からそのイエス・キリスト様は偉大な人だしたんだから、人らしたから、まあ、その人を祝おうということなんです。実際イエス・キリストっていうのはある意味他の宗派と決定的に違って、大体他の宗派っていうのはこれこれこれが一番正しいんですみたいな、だから他の宗派を徹底的にけなしたり、私はそういうとこ頭くんだけども、あの他の宗派をけなしたりですね、あるいは何も宗教に入ってない人に向かってこれは不幸が訪れるとか地獄に落ちるんだとか、こんな馬鹿げたことを言ってる宗教がいるわけですよ。だけど本来の宗教っていうのはそういうふうに人を強制的に入れとも言わないし、じゃあ入らなかったから直ちに罰が下りますよとかですね、あの地獄に落ちますとかですね、そんな言い方しないんですよ。もうそんな生き方をしてたらそれはおかしいでしょって話ですから。ですから本来はキリスト教はそういうふうな人に強制的に入れということもないですしね、あのキリスト教がいいなと思った人はおいでくださいって感じだ。だから突然例えばそれこそクリスマスの日になって、まあ、キリスト教にこう救いを求めようと思って来た人がいたとしても、別にそういう人を追い返すつもりもないですし、まあ、ただ単にその誕生日だから何ていうのかね、その一緒にケーキを食べたいんですなんていうふうに人がふらっと現れても、本当そういう信者の方たちって嫌な顔せずに、じゃあみんなで祝いましょうっつって、でむしろそうやってそういう人がどんどん増えてくれればありがたいなというふうな感じでやってるんですね。ですからキリスト教というのは、まあ、私はキリシタンと言いますけど、キリシタンというのはそういう点では非常に信仰心が強いですし、やっぱり非常にそれこそ、ね、仏様、お釈迦様もそうですけど、愛情が非常に深いんです。ですからそんな何々宗教が違うからとかですね、宗教が違うとか、あるいはそのなんていうのかな、信じてない人がいるからってですね、徹底的に痛みつけてやろうみたいなね、あんな考え方しないわけ。まあ本来はそういうことしちゃいけないんだけどね。中には、まあ、私のことを勧誘した宗教もいましたけども、これ様の価値が素晴らしい、大変素晴らしいんだと、まあ、それは別にいいんですよ。ただ他の人が嫌がってるのにかかわらず無理やりその宗教入れとかですね、あとはその何宗教に入らなきゃ不幸が訪れるぞみたいなね、もうこんなあんたに一体何が分かんだってぐらいのね、そういうことにで情けない話、若い兄ちゃんともあろう人間がね、そんな情けないものを、情けないことをやってる兄ちゃんがいるんですよ。で、頭来たんで、さよならって言って、もうさっさと帰っていったんですけどね。だからそういう人もいるわけ、中にはね。だから、何のためにあんたはその高校に行ったんだと、ね。何のために大学行ったんだって、本当にもう、そういうふうにね、お叱りを受けたいぐらい、お叱りをしたいぐらいですけども、本来はこういうキリスト教っていうのは、人に対してどこどこに入れとか、仏教徒も、仏教徒の中でも、本当にそれこそ、なんていうんですかね、お釈迦様の系列を受け継いでる人なんかもそんなことしないわけ。どこどこの宗教が一番正しいですからなところもないし、
じゃあそれで、じゃあ他の宗教があるから気に入らないから徹底的にやっつけてやれって、こんなこともないわけです。で、そしてそのなんていうんですかね、みんなが強制的にじゃあその宗教を変えなさいっていうこともないわけですね。だからこれだってキリスト教だって、キリスト教にはね、はい、もし強制的なことをやってるんだったらば、例えばこうやって抹茶のね、抹茶専門のお店の人が抹茶ケーキを作りましたと、宇治抹茶ケーキを作りましたと。したら抹茶っていうのは、本来宇治抹茶ってのは日本独特の京都にある、お茶なんですよね。でそうすると日本独自のものですから、けしからんというわけなんですね。変な話。もしそれが熱狂的でね、どこの宗教が正しいんだなんて言ってたらですね、したらけしからんというわけなんですよ。お金ね、日本のものの日本の抹茶を使ってケーキ作るなんて何考えてんだみたいなおかしな話なんですが、そういうことをやってる宗教がいるわけですよ、ある意味に宗教によっては。でもキリスト教っていうのは心が白いので、いやそれはね、ようこそ日本独自のものを使ってケーキを作ってくださいありがとうございますって、そういう考えなんですよ。だからあとは成長の家っていうのもありますけど、ね、あれもやっぱりそうですね。やっぱりやたらにそのこれに入れとかですね、あるいは入れなかったら不幸になるぞみたいな、こんなこと言わない。だからその成長の家の人たちなんかも、私は成長の家に宗教成長の家に凝ってるわけでもないし、その信者ではありませんけども、ただ成長の家とかキリスト教とか、お釈迦様から受け継いできてるところとかなんかは、決して人に対してその強制的に入れとも言わないし、これ入らなかったから不幸を訪れるぞなんて、こんなこと言わないわけですよ、ね。でもみんながみんなこういうふうにそれぞれの国で抹茶ケーキ作る、抹茶ケーキでも何度もケーキでも作れば、あそれはありがとうございますと、私たちの自己信仰をね受け入れてくださってありがとうございますって、本当にそういうもんなんです。ですから浄土宗だったかな、南阿弥陀仏と言われれば、もう天国に行けるんだと、こういった宗教 もその宗教もやっぱり日本古来のシンプルなもんですよね。だからそういったのがあった。だから日本昔の日本人というのはそういったところがまあ良かったわけよ。だから決して他の宗教を徹底的に否定してやろうとね、けなしてやろうっていう全くいないわけじゃないんですよ。宗派によってはそういうところもあったけど、でもほとんどの日本人の人っていうのは旺盛だったから非常に受け入れてたわけですね。ところが例えば江戸時代ぐらいになると、キリスト教はとんでもないなんつってですね、豊臣秀吉ぐらいの時代から、戦国も終わり頃になってからですね、今までは散々キリスト教はいいもんだって認めてたものを、バテレン人は追放だと、キリスト教は追放だって言われてですね、で徳川家の時代になったら仏教徒に反するからとんでもないなんつってですね、そういうキリストのお坊さんたちを何千万人という人たちを焼き殺しちゃったわけですね。でそしてその子供たちをもう、たくさん皆殺しにしてしまったわけです、江戸時代の時にね。だからあのことをやるなんてなった、そういうことをやるってのはとんでもないことなんですが、まあなんていうんですかね、だからイエス・キリストも結局はあれなんですね、ローマイエス・キリストはローマの宗教っていうかね、まあそういったものを信じないから、だからけしからんだっつって、でそれでローマのことを同じく悪く言ってると言ってね、他の宗教は悪く言ってるっつって、決してイエス・キリストってのは他の宗教のことを悪く言ってるわけじゃないんですよ。それは何て言うのかね、私たちには神聖なね、例えば、神様を祀る祭壇のところに店を構えて商売するとは何事だっつって、それで怒ったわけであって、別にその何他の宗派をけなしてるわけじゃないんですよ。でもそれをそういうふうに捉えてる人がいるんですね。でそれによってイエス・キリストってのは十字架に処刑されてしまったんですよ、大昔にね。だから、まあ、ある意味そういう、ある意味そこで、要するに宗教っていうのは恐ろしい話、権力っていうのがありますから、まあ、そういう権力の人たちの手にかかると恐ろしいんですね。ですから、後々に時代になって、散々ローマはキリスト教なんて認めなかったのを、いや、キリスト教をじゃあ素晴らしいから認めようって認めて、同時にそれを利用したわけですね。で、そして、後にルターだとか、そういった人たちが、ね、紙に書いておけばみんな天国に行けるんだ、そんなもの間違ってるって言ってルターが、ルターという宣教師が反対運動を起こしたり、自ら命を縮めてまで反対運動を起こしたわけですね。でそういう方がいたわけです。でその方がずっとあるんです。だから日本人に限らず世界中でですね、何かの宗教が誕生するとですね、必ず気に食わねえってやつがいるんですよ。
なんでなんだか知らないけどね、みんながみんなそれ信じてるんだったら別にいいじゃない、それ信じない人は信じない人でいいし、他の宗教を作るんだったら別にいいじゃないですかと。だって元はといえばお釈迦様っていうのが一番最初だったんです。でそこからキリスト教だったりとか、イエスキリストが生まれたり、あるいは孔子っていう、中国には孔子って人が生まれたり、ね、空海ができたり、日蓮さんができたり、まあいろんな宗派がそうやっては分かれていったわけですよ。だから元はといえば一つなんですよ。じゃあお釈迦様が、じゃあ他の宗派ができたから気に食わないって本当に言葉は言わないわけですね。だからお釈迦様が生きてた時だってやっぱりそういうことを言ってる人がいたわけですよ、ね、でもそれはそういったことを非常に悲しんでたの。だからそういう、なんていうのかな、お釈迦様にしたってイエスキリストにしたってそういうことをやれることが悲しんでたわけね。だから成長の家ってのはやっぱり同様なんですよ。だから西洋のものを信じようが、日本の宗教を信じようが、別にそれはそれでいいですよということなのね。だから日本だって昔聖徳太子の時代にさ、ね、仏教が伝わった時にさ、海外のね、インドという海外の仏教をね広めるとは何事だっつって、で本当くだらないことなんだけど、そういうことでもう戦争が起きたんですよ。でそれを聖徳太子としては非常にちょっとこう悲しんだわけですね。自分が前ぐらいの時代だから、自分のお父さんぐらいの時代かな、お父さんとかおじいさんの時代にそういう仏教のことで喧嘩してですね、それで戦争にまで発展したと。だからあの聖徳太子というのはもうそんなことで醜い争いは嫌だから、まあ、みんなが平和になりましょうって十二箇条っていうね、シンプルなね、みんな仲良くしましょうっていう法律を作ってできたわけですよ。だからそういった純粋な人が多かったのね。だからこういうふうに刑事もね、抹茶専門店ですよ、ね、一見抹茶専門店とキリスト教っていうのは海外のもんだからね、あの全く関係ないように見えるんだけど、でもそういう純粋な人がいたから、純粋な人がこういった刑事を作ったんだと思いますよ。でこれ本店って書いてあるから、多分チェーン店みたいのでね、いろんな大手の2号店3号店みたいなところがあるんでしょうね。でそういったところがこう作ってくれた。だから別にそういう風なものを、例えば日本の劇を作ったからといって抹茶劇作るなんてとんでもないなんて、こんな愚かなこと言う人いないわけですよ。それを言う宗教が言うんだったら、それはおかしなことですからね。ですから本当は勧誘の時もね、笑いそうになったんだけどもね、あのね、この頃この宗教を信じてないからあなたはね、不幸なことが訪れるんですよとか、地獄に落ちるんですよとかね、何の権利あって言ってるんだろうなと思ったの。で同時にすんごい腹立ったのね、そういう人間に対しては。あんたたちだってさ、ね、今まで悩んで生きてきたじゃないかと、それをね、他の宗教が気に入らないなんて、そのなんでバカげたこと言うんだって言ったわけ。だから、まあ、中にはそれこそあれですよ、友達、車の話をしましょうねなんつって言って、で話をすり替えちゃって、それを宗教に入りませんかって話にすり替えちゃったんですね。だからそれ自体だって、あの若者の2人の兄ちゃんは罪深いことをしたわけですよ。要するに車の話をしましょうっつって、友達になりましょうって言って近づいてきて、でそれを裏切ったわけだ。でそれをそういう人様の人情というものを踏みにじって、で他の宗教の話をいきなり持ち出してきて、じゃあこの宗教に入りなさいと、おかしいやろって言ったの、その時のね。あんたと話をするのはあんたも苦労したかもしれない。それこそその兄ちゃんだって昔はいじめられてたとかですね、それこそ不良が毎日待ち伏せして絡まれたんだとかで言うんです。でも不良だってさ、ね、あのなんていうの、今の不良はちょっとどうかわからないけど、昔の不良っていうのはそんなにね、やたらにね、弱い立場の人間を捕まえてね、脅したりなんかするようなことなんかしないんですよ。本当の不良っていうのは、あのなんていうの、弱い立場の人たちがいると、そういう人たちには攻撃しない、むしろ自分より強いやつに向かって攻撃していくんです。だから自分より弱い立場の人間に対しては手出しするんじゃねえって言って、それでそのリーダー格がそうやって命令するわけだから、その子が悩ん、その人が高校生ぐらいの時に悩んでて、その何、いつも不良が待ち構えてるんだって言うんだけど、後々聞いてみたら、それを非常にですね、あ、ちょっと言ってみますね。